はい、どうも皆さん、こんにちは。木戸です。今、前回、この線路を引いてる途中で、今、線路自体は完成して、で、このピラミッドの村の方に戻ってきてるんだけど、とりあえず線路は完成したんで、また、向こうで潜りに行こうかなと思ってて。で、その前に、これ、名札。だいぶね、時間が経っちゃってるけど。名前がわかるようにね、名前をつけてやろうということで、修繕さんの名札を。土師匠さんたちが、どの辺にお住まいですかね。つかね、この人や。君だね、修繕さん。えい。修繕さん、分かりやすくなった。ちょっと動物を減らしたいな。また増やしすぎてる。もうね、前回、こっち、俺がこっち出て、割とすぐぐらいかな、に、マイクラ一回撮ったものの、なかなかね、マイクラをする余裕がなくて。なんせ、冬季うつの時期だし、ね。基本的に活動がまったりっていうか、もうなんか、動いてますか？みたいな感じになるのはなるんだけど、アイテムがいっぱいすぎますね。いや、でもこんなにね、できないとは思ってなかったよ。もっと余裕で、半年分ぐらいできるんじゃないかと 思ってたら、そんなわけなかった。食料も、ぼったくられるなぁ。ぼったくられるなぁ。まあいいや。ちょっと、一旦無職になってもらった方が良さげですね。再就職。OK。ちょっと一回いらんもんを置いといて、豚、鳥かな、減らすな。すぐ増えるから。
あ、肉がもう拾えない。よっしゃ。わざわざこう卵に当たりに来て怒るのをやめていただいてもよろしいか。ゴーレムさん見張ってんのよ。こうかな。うん、まあこんなもんかな。とりあえず、この辺だね。資材、なんで火打ち石二つもあんだよ。資材とか、そういう役に立ちそうなものは、ちょっと運び出そっかなと。まあ、行き来は簡単っていうかすぐだから。あ、ちょっと待って。短距離なんでね。よいしょ。お隣の村を、開拓っていうか、いろいろこう、増やしていく、ライフラインを整えるのが先か、他の方面に線路を伸ばすのが先か。あ、でも、線路伸ばしたいな。線路伸ばすために丸石がいるから、やっぱ今日は潜ろう。いやー、いい眺め、広い。とりあえずこっちの村もベッドは置いたよな。うん、なんかベッド。とは置いた覚えがあるぞ。村人も、あ、ちっちゃいのも、うん、生まれてるし、あ、ちょっと取引、あ、ちょっといい。石屋さんとの取引をもうちょっとはかどらせたいな。とりあえず、お荷物は一回置いといて、いろいろ運び込んだものは、この辺、水場もあることだから、軽く粘土を掘って、あれ、出口。この辺で、あ、
辺で適当に粘土を掘って、石屋さんとの取引を。お、鉄か。金かと思った。水中呼吸がついてないな。水中呼吸ついてないのが、しんどい。まあ、シャベルが優秀なのと、水中採掘はついてるから。息吸って、息吸って。水中呼吸が欲しい。粘土あった。あ、夜になるしよう。水中呼吸のエンチャントが欲しいな。ちなみにあそこのピラミッドは俺は行ったっけ？行ったような気はするけど。粗い土、見た目がほぼ普通の土と粗い土の見た目がほぼ変わらんな。ほぼ変わらんからちょっとややこしい。で、この人は道具屋さん。取引を進めつつ、石屋さんはどこです？石屋さんがいませんが、この辺、あ、いたいた。石屋さんのために粘土取ってきたんだから。よいしょ。鉄とかはもう取引に使っちゃってもいいような気がするぞ。どうせ掘りに行くからね。とりあえずこの辺までの線路引いて、あーてか、
この辺まで行きたいな。で、こっちに、こっちのこの3つ固まってるのを分って。結構長距離になるけど、行きたい気がする。ちょっと一回無職になってもらおうか。まだいい就職あダメ、もう一回再就職。もう一回再就職、再就職ガチャが3連敗、4連敗。はい、再就職。全然ダメや。あの、石炭欲しい人になってほしいんだけど。あ、うん。石炭欲しい人になって。あ、やっと。あ、でも鉄は欲しがってくれ、鉄インゴットは欲しがってくれない。まあいいわ。いいか。この辺あのウーパールーパーさんを回すのにいい水辺ですね。ちょっと師匠さんも、あ、サトウキビ畑作ってないよな。師匠さんもちょっとお招きしておきたいな。本が向こう戻った方が早そう。じゃあいいや。とりあえずね、よっしゃ、潜る準備を。潜る準備は、肉もあるし、これでいいかな。石をしっかり掘っておきたいな。石屋さんとの取引もしたいし、あのレールを引くための石も必要だし。石を削りつつここも降りてみる。あ、松明を持っていなかった。
ちょうどいいから、階段掘りながら。めちゃめちゃしっかりした階段を掘りながら。なんだっけこれ、深層岩の丸石、金が出た、金だ。お、そしてどっかにもつながった。とりあえずちょっと階段を作り切りたいな。どっかにもつながってるけど、レッドストーン、レッドストーンもちょっと取っとこうかな。この洞窟アップデで、なんかこう洞窟が充実するとともに、インベントリの圧迫具合が気になりますね。あれも欲しい、これも欲しいっつってやってたら、全然目的のものが回収できんまんまになってしまう。割とね、もう俺が出っ放しになってるこの間に、できるだけ取りだめておきたい気持ちはあるんよね。まあ気持ちがあるだけで実際全然かなってないっていう。それはそれで、いつも通り。やりたさしかない。普通に冬季うつで潰れてる時期ではあるし、まあプラス普通に家事をしてとか
やってたら、そんなに時間ないっていう、時間ないっていうか余裕がない。今後にいろいろ備えておきたさもあるしね。俺が出ているうちに、次の選手交代に備えて、俺が備えれるところは備えといてやろうっていう気持ちも、そんな優しさもあったりするんだが、なかなかその備えがなかなかはかどらんのがね、なぜはかどらんかってあんまり楽しくないからだけど、楽しかったらね、大喜びで寝る間も惜しんでやるよ。別にそんなに備えるのは楽しくないから。だりーよーっつって言ってる間に一日が終わるっていう。さて、階段を作ったのがここで、あと、行けてない場所は、大丈夫そうかな？ぐるっと。この、中間地点的なところも行ったな。よし。ちょっとこっち方面気になるね。まだ全然炭鉱、廃鉱、回りきれて、おお、ちょっとちょっと。割り切れてないからね。これは。警告か。谷になってるのか。で、ちょっと谷の水ははけてもらって。光っている。めっちゃ目立つな。おう、後ろにおられたんですね。たくみちゃん。たくみちゃん久しぶり。
っぱりいろいろやることがあるせいかね、やることがあるせいなのか、俺が慣れすぎてるだけなのか、まあちょっと俺もよくわからんけど、寂しさ的な面では全然余裕だね。やることがあるっていうのは大事なんだと思う。だからとりあえずね、この選手交代システムがいつまで続くか、俺のこれでワンクッションでしたで、下穴が。俺のこれでラストだと、まあ、いいなとは思うけど。そうじゃないとしても、ちょっとここを降りたいな。降りたいけど、こっちの警告も気になるな。上から、先にこっち行くか。っていうか、インベントリももうだいぶ。なんだっけ、そうそう。俺の次に誰か出る、俺と代わって出るとしたら多分チーなんだろうけど、もう不安しかないよ。もうなんか新人勢とかより、チーが、こう、表でぼっちの方が、不安しかねえもん。だから備えとかないとなっていうのはそこだよね。我ながらどういうことだろうかっていう疑問すら感じる。主人格が出るのが心配。わけわからんな。まあ、心配っつってもね、なんとかするやろっていうのはあるんだけど。っていうか、なんとかしてもらわんと困るよ。時間も、いい掘り場を見つけたぐらいのところで、お時間的にもインベントリー的にもこれくらいかね。もう丸石拾えてないからね。とりあえず。あんま欲してないタイプの石は捨てていこう。なんか入り組みすぎてよくわからんな。どこがどうつながっとるんや。これさっき俺がなんかここ降りれるなってなったところじゃね？違う？
この辺とかそうじゃないかっていう感じがするんだけど、とにかく広いね。めちゃめちゃ広いな。これはもう一回戻るしかないやつか。さすがにいっぱいいっぱいだからね。どっから来たっけ。この辺やな。この辺。とりあえず廃校には戻ってきて、あ、拾えない？よし、まだいける、まだいける。これだとまっすぐぐらいで戻れるね。OK。戻り口は、あ、じゃあ、もう分かりやすく松明を置きまくった。出てきたぜ。というわけで、本日もね、無事資材をたくさん集めてくることができました。次回ももっと掘りたい。もうしこたま丸石やら何やらを溜め込みたいと思います。というわけで本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。